is Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Japanese. ラジオタイランドの日本語放送です。この放送はウドンタニ県バンドゥンのボイスオブアメリカの送信所を通じてお送りしています。こちらはラジオタイランド日本語放送です。ラジオを聴きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは本日お伝えしますニュースの項目です。政府は観光での協力を促進する方針です。エネルギー省が炭素削減を目的としたエネルギー政策を発表しました。オーストラリアの外務大臣がタイを訪問しました。保健省は大麻の医療使用のガイドラインを設定する方針です。それではまず、はじめのニュースです。政府は観光での協力を促進する方針です。タイで間もなく第29回アジア太平洋経済協力首脳会議、APEC 首脳会議が開催されます。世界では未だに多くの紛争が起こっており、そのため観光ができない地域もあります。タイは観光を促進させるためにも、紛争問題を解決するため、世界は協力すべきだと主張しています。観光で特に重要なマーケットである中国は、新型コロナ対策でゼロコロナ政策を実施し、国の開放も中国人の海外への渡航も規制していますが、来年半ばまでには徐々に緩和が進むものとみられています。APEC は購買力の高い経済圏でタイの観光において重要な顧客となっています。韓国、日本、ロシアの市場を含めると西ヨーロッパの市場とほぼ同じ大きさとなります。APEC におけるタイの能力に関する研究を進めている公共政策研究所が設立されています。この研究所の調査によりますと、タイは他の ASEAN 諸国と同様にASEAN 市場にこれまであまり関心がないことが分かっています。しかしタイは観光政策を見直し、ASEAN 市場でのタイへの観光を拡大する方針に転向しています。特に ASEAN やアジアのイスラム市場に注目しています。イスラム教徒は食には特別な注意を払わなければならなく、イスラム文化に応じてより多くの選択肢と利便性を提供しなければなりません。タイではイスラム教徒へのサービスに十分応えられるポテンシャルを持っています。アメリカ市場はロシア・ウクライナ戦争の影響をあまり受けていない高所得者が多くいる市場です。タイでは今年末から来年初めまで短期的なターゲット市場と捉えています。アメリカの経済は他の市場に比べ不況が少なく、アメリカの高所得層は新型コロナの影響をそれほど受けていません。韓国、香港、シンガポールの市場もまだ拡大するチャンスがあります。観光消費額別で見ると、日本よりも高く、2019年はシンガポール12位、香港13位、日本は16位でした。中国以外にも未だに厳格なコロナ政策を実施している国がありますが、世界的には観光が回復しつつあり、特にタイでは回復の兆しが明らかとなっています。タイはこのチャンスを生かすべく、APEC 経済圏と観光での協力を強化していく方針です。公共政策研究所は来年のタイの観光政策では、中国との関係を加速させるべきだと提案しています。またタイ国内では環境に配慮した観光の開発、デジタル観光のインフラ整備、タイだけではなく APEC 内の中小企業への支援に
直接参入するべきだと指摘しています。タイのソフトパワーを推進するタイボクシングのムエタイやスパなどのアクティビティでは APEC の基準を満たせるよう質の向上も必要だとしています。次のニュースです。エネルギー省が炭素削減を目的としたエネルギー政策を発表しました。エネルギー省は低炭素社会に向けたタイのエネルギーロードマップ4つのアプローチを発表しました。具体的には1. 再生可能エネルギーからの電力生産と使用の割合を 50% まで増やす方針で、蓄電池と並行して太陽エネルギーや風力発電などの再生可能エネルギーの生産を加速させます。 2. クリーンエネルギーからの電力を電気自動車への利用を促進させること。 3. クリーンエネルギー生産の効率を 30% 以上向上させること。 4. 各種エネルギーシステムのインフラ整備を進めるとともに、デジタル化、脱炭素化、地方分権化、規制緩和、電化を促進させていきます。エネルギー省は今後30年間で低炭素社会に向けエネルギー政策の数値目標も設定しています。再生可能エネルギーの割合を2030年までに 30% 以上、2030年以降は 50%、 2050年までに 50% 以上とする計画です。2030年までに電気自動車の割合も 50%、 2040年までに新車での電気自動車の割合を 100% とする方針です。エネルギー効率では2030年までに 30% まで引き上げる計画で、2050年には 40% 以上になる見込みです。電気インフラではデジタルシステムを導入していきます。エネルギー政策室によりますと、世界はクリーンエネルギーに移行している時期で、これはタイのエネルギー政策のロードマップと一致しており、2100年までに全世界が温室効果ガスの排出を削減しようとしています。50兆トンの二酸化炭素の削減に成功しなければ地球の気温が 1.5 度上昇すると警戒されています。二酸化炭素の排出 70% がエネルギー関連となっています。世界では低炭素社会を実現するために太陽光、風力、水、バイオガスなどの再生可能エネルギーの割合を増やす努力が続けられています。タイに課せられている温室効果ガスの削減目標は2030年までに 20% から 25%、 2065年までに 40% 以上の削減でネットゼロエミッションに移行するための目標が国際社会に提示されています。次のニュースです。オーストラリアの外務大臣がタイを訪問しました。先週、タイ・オーストラリア国交樹立70周年を記念し、ケニー外務大臣がタイを訪れました。ケニー外務大臣は、記念する年にタイを訪問できて嬉しいと語りました。オーストラリアは ASEAN 地域と密な関係があり、オーストラリアにとって ASEAN 市場は重要なパートナーだと主張しました。戦略的パートナーであるタイとの関係について、ケニー外務大臣は、70年にわたる外交関係を見てもわかるように、互いの富と安定をもたらすためにも、重要なパートナーだと強調しました。ケニー外務大臣は、タイのドン外務大臣と会談を行い、共同行動計画に署名しました。今回の訪問は、2022年から2025年にかけての、タイとオーストラリア間の戦略的パートナーシップについて話し合いが行われました。オーストラリアの外務大臣は、タイとオーストラリアの関係はより深く、より強くなる、経済にももっと焦点が当てられていくと述べています。ケニー外務大臣は、タイの法務大臣とも人身売買に反対するタイを支援するための覚書に署名を行いました。ケニー外務大臣は、世界で多くの問題に直面しているが、オーストラリアやタイなどの中堅国ではビジョンを共有し、国際法と規範を尊重し、地域の平和、繁栄、安定を確保し、住みたい地域へと成長させるために協力していこうと呼びかけました。次のニュースです。保健省は大麻の医療使用のガイドラインを設定する方針です。
大麻の合法化に批判的なグループから大麻を再び麻薬に指定して厳しく取り締まるべきとの声が出ていますが、アヌティ保健大臣は健康法化で大麻が不適切に使われていると主張しているものの、これを裏付ける証拠は存在しないと述べ、大麻を麻薬に再度指定することに合理性はないとの考えを明らかにしました。再度の麻薬指定については、1363人の医師の賛同を得たとするグループが、ネット上で政府に要求する意見を表明しています。アヌティ保健大臣は、このグループが抱いている懸念について、説明する用意があると述べるとともに、大麻利用に関する現行のルールは、医療目的での利用を想定したもので、それを明確にするガイドラインを設計する方針を明らかにしています。タイでは6月9日に大麻が合法化され、大麻関連のビジネスが拡大しつつありますが、保健省によりますと、今年に入ってこれまでに、大麻を使った医療サービスを提供するクリニックが1206カ所開設されました。このうち保健省が直接運営しているのが929カ所となっています。また保健省の広報担当、ルンルアン医師によりますと、医療研究目的で大麻を利用することは2019年から合法化されているが、合法化に伴い2019年6月から大麻を使った医療サービスを提供している東部パチンブリー県のチャープラヤパイプペート病院では、このサービスを受けた患者は2000人を超えています。大麻関連の医療サービスの利用者は全国では1万人を超えています。以上、ラジオタイランドの小島秀美でした。ごきげんよう、さようなら。ฉันก็จำมันคงลองเสียตรงกับเธอเรื่อยไปไม่ว่าพรุ่งนี้หรือว่าเมื่อไรก็จะรักแต่เธอเท่านั้นสิ่งใดพันละมุน ラジオタイランドの日本語放送は毎日タイ時間の午後8時から、日本時間の午後10時から、そして GMT では13時から15分間放送しております。これで本日の放送は終了いたしました。Concludes our broadcast in Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT.